ラベンタは、メキシコのタバスコ州西部のメキシコ湾岸近くにある、先古天気の遺跡。古代ウルメカ文明の中心的な遺跡の一つであり、紀元前900年から紀元前400年頃にかけて栄えたが、その後は衰退した。現在その遺物の多くは、ビアエルモサのラベンタ野外博物館に移されている。メキシコ湾岸のウルメカ遺跡の分布ラベンタ遺跡は、 メキシコ湾から内陸へ十数キロメートルは行ったところにあり、トナラ川の近くの沼地の小高いところに位置する。ラベンタが繁栄していた時代には、トナラ川の中州であった。メキシコ湾岸では、ベラクルス州南部のサンドレンソが、紀元前1200、紀元前850年頃に発展したが、その後は衰退した。サンドレンソに代わって、メキシコ湾岸の中心地になったのがラベンタである。 ラベンタでは、オルメカ文明の最初の都市が築かれた。ラベンタでは68基の石彫りが発見されている。石彫には、巨石人陶像、人物座像、人物立像、動物石像、石碑、玉座とも呼ばれるテーブル上祭壇などがある。建造物では、サンドレンソのものと比べて、規模の大きい土星建造物が作られた。代表的な建造物に高さ34メートルある。 建造物 C-1 の神殿ピラミッドがある。主要な建造物はすべて北から八度西に偏った気線に従って建てられている。ラベンタ遺跡は1925年にフランス・ブロムとオリバー・ラファージによって発見された。ブロムはラベンタの巨石人登像がトレス・サポーテスのものに似ていることを指摘した。1940年にマシュー・スターリングは スミソニアン教会とナショナルジオグラフィック教会の講演によってラベンタを訪れた。スターリングとフィリップ・ドラッカーによって1942年にラベンタの発掘が行われた。1943年と1955年にも発掘調査され、C14 年代測定の結果、オルメカ文明の特徴を持った文化は主に紀元前1000年頃から、 紀元前600年頃までであることが判明した。紀元前400年には衰退したが、それ以降も、西暦1200年頃まで人が居住していた。ラベンタで石油が発見されたため、1958年に大部分の遺物が遺跡から1 3 5キロメートル離れたビアエルモサの野外博物館に移された。野外博物館には、巨石人登場、玉座、 石碑など50点の大型絞彫りが展示されている。ビアエルモサの人類学地方博物館もラベンダの遺物を所蔵している。1980年代にはレベッカ・ゴンサレス・ラウクの率いる新たな発掘プロジェクトが国立人類学歴史研究所の講演によって始まり遺跡博物館も建設されてビアエルモサに移された遺物のレプリカも置かれているため、 ラベンタ自身にも見るべきものがある。墓 A で発見された翡翠製品などはメキシコシティの国立人類学博物館に展示されている。ありがとうございます。